からやってきた。北からのどでかい刺客が襲来であります。お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。打たせません。逆水平を打っていきます。グーを打ち込みます。パンチを打ち込んでまいります。キックで返します。組み合います。ロープに振った。掴みます。強烈に打ち込みます。掴んだ。2位を突き上げます。雄たけびを上げます。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。バックからスリーパーに入ります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね。確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。行くのか。ロープに飛ばした。意地を打ち込んでまいります。館内も盛り上がります。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。阿部さんには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。顔面を狙ってまいります。グーパンチです。頭突きを打ち込みます。抱えます。させません。腕をフックします。耐えます。鉄拳を見舞います。抱えます。簡単にはいきません。強烈なキックです。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。相手を挑発してまいります。逆水平。あっと、キャッチした。足に照準を絞るのでありましょうか。蹴ってまいります。掴んだ。チョップを連続で打ち込んでいきます。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。クラシカルな技を繰り出してまいります。ロープに逃れました。腕をフックします。逆に投げてまいります。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ちょっと雨を降らせます。
ロックアップ。グラウンドに持っていきます。スタンディングを取らせます。こういう技なんですが、次の日耳ずばれになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。抜けてまいります。組み合います。そのまま倒してまいります。ストンピングです。起こします。膝小僧が暴れる。エクスプロイダーいけるか。小僧ロップに染み渡る。おっと逆に捉えた。させません。掴んだ。ハンマーを落としていく。強烈タックル。このポーズ。足を打ちつけていった。抜くのか。ハンマー気味のパンチ。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ち打ってますよ。はい、抱きタックルぶちかわし。あ、起こした。キック強烈。引き起こす。ガチッと組み合った。あと逆に投げていった。これで決まったか。どっから来るんですかこの力。意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。頭を掴んで金的攻撃。一気にスパークするのか。立たせていく。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。顔面切り上げる。立たせていく。ヘッドバット。起こした。膝を突き上げていった。あと逆に捉えた。あっと返した。今もろに入りましたよ。ルーキー状態か。水平打ち。雄たけびを上げた。巻き投げで切り返した。引き起こす。あっとキック。抑え込んでカウント2.9。チョップ強烈。脳天食い打ち。パイルドライバー。あ、負けんの。一気にスパークするのか。チョップ。雄たけびを上げた。場外に移行した。バックを取ってエルボーで返す。腕をフックした。膝頭を入れていく。エクスプロイダーの体勢。あと耐えた。足を狙っていった。抱き起こす。小脇に抱えた。あと膝を叩きつける。足4の字固め。プロレス踊るイルハを繰り出す。リングに戻ります。首根っこを掴んだ。あっと急所。バックこらえるんだ。負けんの。膝が金切り声を上げている。足4の字固め。岸壁の母の胸に抱かれました。エンドレスラリアット攻撃。ここで持っていくのか。
頭打った。